皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、たくまでございます。山でございます。編集したらブレーキがダメだったパート3でございます。大所帯ビッグダディいくよ。なに忍者お、あ、パーリーできるのね。はい、はい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 、なに、おお、この隙に、あ、あと、ワイト B、おお、かっけ、かっけ、おい、かっけ、そう、毎秒やって、毎秒、はい、はいはい、カランコロン先生、まあソニックには分からんからな、そうね。あなたはあれ、いつもそうやってドクターの邪魔だ。メグ様、ドクターの邪魔だって、一体何のこと言ってるんだ。あなたは危険、うん、あなたの存在がドクターを苦しめる。言いがかりはよしてよ。私たちが何かあなたに迷惑をかけた。そもそもなんで私たちを知っているの。どうね、ね、林原めぐみさんとしかわかんないですけど、あなたはドクターにとって急に一人ぼっち、うん、ドクターを苦しめる者は排除する。あ、なくなっちゃった。本当に誰なのかしら。林原めぐみさんだ。そもそもドクターって誰のことだよ。日本ナレーション学院卒業した林原めぐみさんだって。もともとは看護の方に行こうとしてたけど、の林原めぐみさんだって。ウィキ見てるから。ごめん、これウィキじゃないんだ。もともとラジオでその話してたんだ。クマペディアだよ。なんなんだ。こういうことでもなさそう。あ、なんだなんだ。あ、走れて。へえ、そんなのあるんだ。ネズミだねネズミ出してくるね。出してくるね。あれだ。おろろ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 無理やりだ。よし、エミーと話をするとやっぱなんか話が進んでいくのか。俺たちが来たのはカオスエメラルドがこの島に集まっているからだろう。喋り方どうした。なんかおかしい。たどたどしいよね。半分はそのために作られたみたいだった。古代人は過去にカオスエメラルドを使っていたのかしら。毎回腰に手を。古代文明でも同じことがあったしね、うん、ああ、でも他の古代文明ではそれを利用していた。でもここのやつは閉じ込めているだけだ。閉じ込めている。私たちが知らないパワーの使い宇宙喋れてた気がすんだけどなあ。よいしょください。あれあれ、プラス4ってこと。残り4個必要なのか。おい、ただいま。ソニックだからできるこの移動方法だね。もうある程度やりましたから、一番最初のとこなんてもうね。そうね、さすがにグリーンヒルです。うぃー、取れてないけどねあ、でもこれ取ったことになってんだ。取れてないやつだけとりあえず取ればいい。最後の方じゃなかったっけだっけ。いや、真ん中だな、ここだな。いった。よっしゃ。なんか強めになってない。ね。いよいよ早いよ。さあ。いったんじゃない？あ、でも。タイムエステ
あと1秒だったか、 A まで。もう一回いっか。いいんじゃない？よ、いけるか、いけるか、いけ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 、頼む頼む、間に合え間に合え、よっしゃ。おー、いったね。いったわ。これで今全部で12個必要なんだよな。今10個目か。あ、あ、来た。オッケー、来た。やったー。来たー。ここだよー。ここだよ、ビームいただきました。しゃあ。よいしゃあ。これでストーリーが進むじゃろう。さあ、お話おすすめになられたもうなり。文化祭？どうかしたのか？何したんだろう。この子たちよくこの花畑で遊んでたみたいなの。この近くに探してる子がいるかも。花畑？雑草だらけの草。同じこと言っちゃった。うん。ソニック、あなたのその新しい力でこの子の友達を探し出せないかしら。お？あ、再ループじゃない？そういうことか。再ループで雑草を借り、制限時間内に7000ポイントを獲得しましょう。一度にたくさんの雑草を狩るとポイントを多く獲得できますが、蜂にぶつかってお手つきにならないように注意しましょう。種にスキルのクイック再ループを使ってフラワーを咲かせると。ないですけど、そんなのまだ。クイック再ループ、まあ取ってないっすね。結構ギリなあれになってきたな。やだやだ、あ、これじゃポイントなんなくなったわ。あ、2個でもダメじゃない？あー、ある程度膨大いくとダメになるんだ。はー、あ、あー、違う、わかった。あそこで借りすぎたんだ。雑草刈らなきゃいけないもんね。手前からじゅんぐりじゅんぐりやっていけばいいんだ。で、ポイント薄くなってきたら雑草刈ればいいからいい。あ、こっちか。なぜか大変苦戦しております。あ、終わった。よし。てか多分ね、夜にやったから見づらいんだと思うわね。お、え、こんなポンポンカオスエメラルドくれるの？出た。あ、音だった。なんでこの先生ココア付き合ってくれるんだろうね。頑張れるや。よしこ、よしこのいる？これで昔遊んでた頃の花畑に戻るって喜んでる。でも、でも見つからなかったな。ああ。けど思い出の場所が戻ってこの子が喜んでくれてる。想像だけど、この子をもしかして探している子のことが。このココがどうしたって、早く探してやろうぜ。何？そうね。なんで含ませて終わっていくの？なんなん？リング20個そんなに少ないの？舐められたもんだぜ。ソニックにペロペロされてる気分だよ。どういうこと？まあ、それは各々の解釈に任せるけど、俺的にはなんか嫌だな。また神曲の、お、お、グリーンヒルじゃないですか。イエーイ。届かへんのかーい。うわ、蜂のやついたな。すごいな。うお、おい、いいカメラワーク。うえ、気持ちいい。いいね。いいね、いいよ。おお、楽しそう。はい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 、ここ行くの？危ねえ。
さあ20個、あでも39個しかゲットしてないんだ、うん、おお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 おね、ソニックが雑念を取り払うのを助けてくれたから大丈夫。でも何か離れてるっていう感じはするけど、夢の中で飛び回ったことはある？空気より軽くなったような。とにかく今はそんな風に感じるの。だから早く地に足をつけて元通りに戻りたいわ。もう少しだから頑張れ。俺が絶対に戻してやる。電脳空間に過ぎたら中二心がどんどん育っちゃうじゃん。ねえ、あとはテイルズのことも忘れないであげてください。本当だよ本当だよ。何回も言いますね。テイルズもこっち来てるはずだもんね。ね、ういいね、いいよ。おお、 F0 みたい。うわ楽しいこれ。うわおおおあと曲がもうかっこいい。うわぁ、クラブみたい。ピンポン。ピンポン。うぇーい。楽しい、それは。それはさすがに楽しいが過ぎる。爽快感の塊だよ。すげぇ。もう何してるか全然。やらかした気がする。え、なんか、おもこりした。ん？え？あ、やった！イエーイ。多分、どっかでミスってショートカットになっちゃったかも。ね。はい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 。はいはい。お！お！もう一個。うわぁ、ここだよここだよ、ビームいただきました。お。あ。あのハリネズミ。承知しました。あいつはいつもわしの邪魔を。はい、しばらさん。承知しました、ドクター。頼むぞい。お任せください。レデデだよ。そういえば最初になんかあの装置はめ込んだ時この声してたわ。うん、してたのよ。そうだ、この子だったのか。飲み込まれたわけじゃなくて、もう取り入ってる感じ、もしかして。エッグマン。なんかな。そんな感じはするな。変旅。ちょっとどこまで進んでるのか、何が起こってるのかもいまいち分かんない状態でここまで来ました。スピード感が全体的にすごくて、まだ追いついてない。ただやることは分かったので、こっからこなしていって、うん、どんどん進めていってだね、行こうかと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の配信動画で皆様お会いいたしましょう。お会いいたくまでございました。リャマでございました。目がぐるぐるする。うん。